いや、びっくりしたんですよね、うん、ちょっとだけ悲しいんですけども、まあ、何が起きたかというと動画の1本がね、突然削除されて順を追って何が起きたか説明しますと朝の生配信をねいつもやっているんですけどもそのアーカイブの一つがね,ねその日のうちに消えてしまったんですよね まあ何の警告もなく消えてしまったんで最初何が起きたかわからなかったんですけども動画のね URL を見ると真っ黒になっていてね見れなくなっていたので消されたんだなっていうのが分かったんですけども YouTube のトラブルシューティング動画の削除に関するトラブルシューティングというものを見るとね不適切なコンテンツであったりとか利用規約違反であったりとかねこういうものは 削除されてしまうようよなんでねどれかに当てはまったんだろうなっていうことなんですけどもまあそれにしたってね何の警告もなしに消えたらもうびっくりしますよね最初最初ねあのパソコンで見た時にはこの利用規約違反により削除っていうような画面が出ていたんですよねなので なんか著作権に関わるねことをやってしまったのかなって思ったんですけどもその後にねスマホでもう確認してみたらスマホの画面では不適切なコンテンツとして処理されましたということでねこう警告動画が削除されましたということでね出ていたんですよね。どどっちなななのかということなんですけども 多分ねやっぱりね不適切なコンテンツなのかなって思うんですよね、まあ、原因を究明していきたいと思うんですけども毎朝ねクロッキー練習をね生配信でやっているんですよで皆さんと一緒に絵をうまくなりたいなっていうそういうね、まあ、全然不純な目的とかではなくね不適切な感じでもなくやってるんですけども、まあ、その日はね骨盤周りの 勉強をやってまして、ましこのようにいろんな角度で骨盤を描いてみたりだとか横からも描いてみたりとかねまあそれでこういう絵も描いたんですけどこれとかはね全然大丈夫だったんですよその前日とかね前々日とかにもね同じような内容でやってねアップしていたので全く問題なく、ね、今も動画見られますんで大丈夫なんですけども これとかもねサムネにしたしましたよ骨盤男女,男女差の違いとかね、まあ、内容的にもね問題ないと思うんですけどねただその日に削除されたものは「お尻を描こう」みたいなタイトルでね骨盤を理解してかっこいいお尻を描こうみたいなテーマでやってい,いましてそれがダメだったのかなーって感じですねサムネ自体もね良くなかったんだと思うんですよ サムネをねアップした数,数時間、まあ、1時間も経たないうちに削除されたのでそれが決め手になったのかもしれないなと思,って思いまして、まあ、どんなサムネだったのかっていうことなんですけども、まあ、こんな感じでねサムネを作っていたわけですこれちょっとまあもう,もう一度この動画も消されると困るのでモザイクにしていますけどもこのモザイクのところに女性のねお尻をね描いて 尻を下から見上げた感じで描いてサムネにしたんですけどもこれがちょっと戦場的なサムネに当たるのかなと思ってねこれが引っかかったのかもしれないですねこれちょっとモザイクの上にさらにねイメージ映像として桃を置いてありますけどもこのような形で書いたサムネをアップしていましたですぐにそれが原因かわからないですけども 可能性は高いですよねこれが原因で削除されたと。まあねこれぐらいなら大丈夫かなと思ってたんですよね。まあ、というのも、まあ、他のユーザーさんとかもねあるじゃないですかあのおっぱいを強調したりしたサムネだとか、ね、太ももが見えているサムネだとか何かね割と戦場的な写真を使ってね まあ、ピアノを弾いてみたりだとか、まあ、いろんな人いますけども料理をしてみたりだとかそういう,うサムネがまあ大丈夫なんだったらこれも大丈夫なんじゃないのかななんて思っちゃったんですよね、まあ、でも削除されたということは何か問題があったんでしょうまあね反省しないといけないところはね、まあ、私はこういうあのイラストを描いていっていますので Twitter のタイムラインとかでもね こういう絵はたくさん流れてくるのでちょっと感覚がね麻痺していたのかもしれないです自分では普通だと思っていたことがまあグローバル基準で見るととか女性側から見ると適切な表現がこの絵にはお尻の絵には含まれていたのかもしれないとそこは反省すべきところだなと思っていますまあね他の危ないユーザーもねいらっしゃると思うのでね もしそういう人がね、何かの参考になればと思って、この動画を撮っています。最初ね、あの利用規約違反としてこう削除されたのでね、それはあのなんだったんだろうって思ったんですけども、その生配信の時にね、最後に解剖学の、ね、スマホのアプリを紹介したんですよね、ヒューマンアナトミーアトラスっていうね、ものを紹介したんですけども。 もし著作権ならそれなのかなーって最初は思ったんですけども、まあ、調べてみると他にもヒューマンアナトミアトラスを紹介している動画は普通に残っていたり、ね、他のユーザーさんの動画はのか残っていたりするのでそれが原因とは考えにくいとなのでやっぱりあの不適切動画このお尻のせいではないかというふうに結論付けたわけです、まあ、可能性の問題なんでね、Google、さんはあのな,なぜ 削除したかという明確な理由は教えてくれないのでこれは自分で、ね、考えて対策していくしかないんですけども、まあ、今後はね今後は絶対に削除されないようにねやっていきたいのであまりにもね戦場的になりすぎないように、まあ、私も麻痺しちゃってるかもしれないんでそこは よりね気をつけていいきたいと思います動画配信もね楽しくやっていきたいと思うので、ね、削除されたらね悲しいですよねまあ皆さんもね私と同じ目に遭わないように突然何の警告もなく削除されちゃって悲しい目に遭わないためにも気をつけてやっていってほしいなと思います私の動画がねちょっとでも参考になればなと思います というわけで、まあ頑張っていきますので、これから削除されないような楽しい動画を作っていきますので、応援よろしくお願いします。結構ね、へこみましたね。まあ、そういうこともあるだろう、削除されることもあるだろう、なんてね、削除された瞬間には思いましたけど、後からね、あ意外とショック受けてるなっていう感じです。以上です。 拜拜。